そんな、そこまで見えない。これあれこれ低いのできたっけ？え？ T の高さ。あ、その、あのボールの前の斜めのとこ押すと。あ、これ。昔の人だな、この T の高さ。あ、出た。は。は。なるほど。めっちゃいい球合ってんな。まあ2、3発打ってくださいよ。お、はい、感じ取りました、うん、楽しみだこれ。普段何使ってるんですか？あ、固定しなくていい。もうラウンドのたびに違うから。さすが。じゃあなおさらもう分かる。敏感にね、そういうものには分かっていらっしゃるでしょうから、ね、で今この瞬間は何を使ってるんですか？あ、バラバラ、バラバラ。新作も使ったり、本当決まってなくて、はい、すごいな、すごいな。あーは、はあはは。うわ、これ重い。重いって何ですか？重いっておかしくないですか？いや、重い。はあ、重い。重い、これ。重いって何ですか？重いんだな。重いって答えあるんですか？うん、あ、こう振り心地が。あ、重い。すごく重い。だいたい重く感じるときはあっち系なんですよ。あっち方面。あっち。重いときは。決まって。なるほど。ええ、だいたいそっちは。そういう、そういう感覚もあるんですね。うん、なるほど。勉強になります。なんかありますよね、その重さを感じるとか。試合戻りがスッと速いと軽く感じたりとか、うん、ダブルキックだとちょっと重く感じます、僕。ググって切り返して手元の剛性が柔らかいとすごい真面目ね、真剣に。バレちゃうとまずい。不正はダメですよ。すげえ軽い。何ですかその軽いって。すげえ軽い。さあ、ね、どうでしょう。どうぞ。もう十分でしょ。マジですか。